画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回もやっていきましょう。ワールドウォー Z のキャンペーン、エルサレムの方にやってきております。エルサレムのチャプター1の方やっていこう。いやー、このゲームとんでもない量のゾンビ軍たちが、まるで期間限定のね、めっちゃ値下がりしたなんか商品をね、買い求めにね、買い漁りに来た主婦みたいな感じで、でもデパートがごった返しているみたいな、まあそんな感じになっております。もしくは宝くじに並ぶ人々だったり、フィニックス、さあ、How's it look from up there?エルサレムって言ったらね、あの映画ワールドZでも出てくる、場所でございます。あれすごかったんですよ。めちゃくちゃね、映画の方でもでかい壁を作ってて、でゾンビが来れないようにね、もう本当に何十メートルもある壁を作ったんですよ。なのにですね、ゾンビがゾンビの肩車し、超組体操をしながら、出てくるといった状態なんですけど、ハンドガンじゃあんま死なないのよ。おバカさんだね。そんなとこに体当たりして、頭は脳筋か？超えてきた、超えてきた。一応超えられる脳みそが。しかし、お、死んだね。お、なんかそのこういったねクレートはねどんどん上げといた方がいいです。よしよしよし。ハードになるとこの回復薬があんまり出てこないんですよ。なのでめちゃくちゃありがたいですね。あ、せいよ。ほら、なんかっこいいだろこの。おお、めっちゃあるよ。ちょっとここに設置しましょうか。この辺にしようか。ワイヤーセット。みんな気をつけろ、体に巻きついちまうからな。タレットかな。タレットどっち側にするか、上の方が分かりやすいかな。エルサレムの時の映画版では、壁の中でみんな幸せに暮らしてたんですが、そこにブラッド・ピットがね、やってきてね、いろいろと情報を集めてたところ、なんとね、なんか人々がね、鬱憤晴らすためにね、歌い出すんですよ。ある一人がね、わーって歌い出した。そしたら周りの人もね、ちょっとなんか嬉しくなっちゃってね、こんなご時世歌でも歌わなきゃやってらんねえぞみたいになって、歌を歌い始めるわけですよ。そしたら、ね、みんな大合唱になっていって、大合唱、大合唱にゾンビたちが反応して、これはまずいぞってなったんです。あのシーンはね、ワールド Z の、まあ、最も代表的なシーンだったんですね。おら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 。来るぜ来るぜ来るぜ。まあ壁見てください。あの右の壁ぐらいの壁です。あれをね、登ってくんの。やばいな、ね。ちなみにこのタレット、固定機種は、休み休み使ったところで、どっちにしろ弾がね、切れたら使い物になりません。ほらよ、後ろかなこれ、来ない、後ろかな、来ないな。でもなんかみんな撃ってんの、ちょっと後ろ見て、来てる来てる。なんと私のアサルトライフルカスタマイズしてあって里付きです。かっこいい、かっこよすぎる。このアサルトライフルかっこよすぎる。 AK っぽいんだよね、好きなんだよね。モダンオフェアの2の時もね、よく使ってました。ちょっと待って、ちょっと待って、でけえやつが来て、でけえやつ来て、ほら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 、大丈夫か、大丈夫かな、ハゲ。たまにね、やばいやつが来て、ちょ、隣向けねえな。やめで、これ私ね、今ね、ソロで開始してるんですけど、もう途中で、参戦しておきます。おそらくね、最初からランチャー持ってるというこのスキル上げの私でございます。持っていくぜー。あのね、ハードぐらいになるとね、だんだん、ね、
だんだんチームのスキル構成が重要になってくるなと感じてますね。特にね、あのメディキットのクラス、人を回復したりするやつ重要だな。どうなる気持ちいいだろう。うん、こんなところで何にたむろしてるんだ。ほれ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 、ナイス。エルサレムの中に侵入した、こういうところか。やっ、まずよっしゃいしょいしょいしょい、池田登ってくるんじゃねえ。ここは神聖な場所だ、神聖なベルクラ教、ベルクラ教団の教師が住んでいる場所で、ちょっとでかいやつ来てる、でかいやつ来てる。あ、つなげた。燃やすとね、早いんで、こいつ倒すの。スクリーマーがいますね。あいつが泣き叫ぶとな。永久に、あ、ここじゃない、あ、中だ、中中中。永久にね、大量のゾンビがね、ダイバーゲンセールになるんでね。マイチ叫ぶのやめなさい。ちなみに映画にはいません。あ、いいだろう。なんかレフト4デッドのゲーム性に似てるんですけども、ぜひともアップデートでゾンビ側になって対戦できるモードを入れてほしい。レフト4デッドでもあったんだけど。あ、危ない、ジャージ男、赤パンジャージ男、危ねえな。おい、こっちから行けなかったっけな。赤パンジャージ男に捕まると逃げ出すことができないからね。でかいです。ちょっと登って、登ってきた。まず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 、うえー、バグ直角に直角直角に曲がってきた。すごい、オーケー。あ、取ったんだね。私この武器が結構強いんで、基本拾うこと、拾わないでいいんですよ。各クラスを極めていけば自分のお気に入りの武器を自分でこさえることができるんで、基本武器の奪い合いはね、後半なくなっていくかなっていったところです。ちょっと待って、もう始まってるから。危ない、赤番が来た。ちょっと待って、ここね、補強できるんです。バリケードを作ってきちんと塞がないとガンガン侵入してくるんですよ、家の中に。この侵入を防ぐ、我がエルサレムの都市を、私ベルクラ教教団、ベルクラ教主柏木ベルクラが自らの手で守らねば。たまたま行けませんぞ。火炎瓶をもう一個投げたら補給しましょうか。強化してあるんでね、3つまでも、あ、ちょっと正面玄関、正面玄関。あ、でもね、こっちにタレットがあるんですよ。タレットか電気の配線のやつ、これ必要なんで一回これだけ持ってきてもいいかな。戻る戻る、早く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 。うわ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、誰か助けてくれ。赤パン、赤パン始まりましたね。撮っている間に始まっちゃいましたね。あー、ありがとう、ありがとう、ほんと急いで入ってきてくれたところを、あれ、ここにも電気ついてるやん。閉めます。締めるの重要なんだよね。ありがとう。ここに、あ、あ、そこ電気のやつ、そこだったら、ね、しまって、あとで。うお、デカブツ、あれ、私値散った。あ、っていうか人が入ってくれてるじゃない。新しい人入ってきてくれてる、一人。ありがて、ありがて。ちょっと補給したら起業しまして、このモンスターエナジーをね、体にかけることによってね、マッスル。うお、上やばいな。スクリーマーの奥にいんのか。 OK、 登ってくな、登ってくな、登ってくんな登るな、登るな。あ、ちょうど影にいる、あれ、トラップの。あ、こっから降りれなかった。
ほらほら赤パン赤パン仲間が言ってくれてますわ。ありがてありがて。援護しに行こう。大丈夫か。よし倒してくれたみたいですね。さすがだぜ。ちょっと待って、裏結構攻められてるね。どうしよう、ここ5方向になるぞ。とこれを設置しとけば結構大丈夫なんで、こういうやつがつけるね。一回あげさせてもらうぜ。分かった。そして残念だな、そこは電気ビリビリゾーンだ。お、また新しい人が、メンバー揃ってくね。いいねいいね。みんなでこのエルサレムの土地守ろうぜ。我が国をな。やはり私のベルク、もしかしたらベルクラ教、ベルクラ信者の皆様なのかもしれない。ドリー、もうね、仲間を救うのと同時にね、堅物をやっときました。あの頑固親父、よかったよかった。ああいう時のランチャー、まだ2体目くんのこれ、やめてー。そういうことだ。これ修理します。難易度ハードだけあってめちゃくちゃ来るな。おい、あのドアが、ドアが開いてんな。こっちからもめちゃくちゃ来るやん、来るやん来るやん。楽しくなってまいりました。パーリナイ、やはり私の信奉者たちがこの家に集まってきている。一度でもいいから私に触ってゴリ液をね、ゴリ液って倒していこう。あ、倒してくれたみたい。サンキュー。あ、まだ倒してないや。任せる任せる。オッケー、これでオッケー。これが重要なんで、永久に終わらない戦いになっちゃう。戻ります。ゴリ液がありますからね、漏れだけみんなサイコパスになるぞ。一応閉じとこう。開きまくってるやん。ほらよからの、ここも封印したい。ちょっと待て。来るんじゃねえよ、おい。マイチング。あー、ちょっと待って、2人ダウンしてる。これ下からいけないか、上から。ちょっと待って。任せろ。こっちは私に任せてくれ。大丈夫か。あ、ちょっと待って、ついでに閉めちゃった。OK。うん。で、火炎瓶も取っていきましょう。ここ、もう用なしなんでね。もう一回だけ戻ってくんだっけ。おデカブツこんなとこいるやん。なんだ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 。あらはざ、溝落ち。やはり防護服着ているだけあってやばいね。上です。この人は話を聞かないといけない。入れた。閉じられてんのに入れた、この親父の家に。よいしょ、なんだバグか。よし行きましょう。あのね、ブリーフケースを探してきてくれっていう話なんですよ。親父さんのね、ブリーフケースがあるらしいんですよ。中に大切なものが入ってんだろうな、おい。なんかね、ほら、立ち上がる。体力がまずいけどね、本当に回復薬少なくなってきて。どうですよ、これ。うわっ、いっぺんに来た。来るな。体力やばいんだよ。あ、いや下だなこれ、声、この声。どこだ。どこいる。何の声。ああいた。まず火炎瓶、燃やしときます。あれだね、だいぶ。ほい。
火炎瓶マスターと行ってくれ。忘れたことない。なんて言ったって原住民にもガン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 なんかいるんだよな。この上だろうな、これ。火炎瓶を投げつけてきてましたね。いる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 。こっち来た時に火炎瓶。これ。ちょっと燃えた？ちょっと燃えてるね。オッケー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 。え、スープ。しまった、ごめん。あ、ボタン引かなかった。よしよしよし、ブリーフケースは？おっと、2個、この辺にね、落ちてるはずなんですよ。あったあった。まず1個。まず1個ゲット。こういうところにランダムでね、回復薬があったりするからね。おら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 。そしてもう1個どこだ。もう1個この辺じゃなかったっけ。あ、そうだそうだ、奥だ。この奥だ。なんか声するぞ。あの赤パンの声がする。来る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 、大軍押し寄せるぞ。大軍押し寄せるぞ。来るぞ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 。ねー、ナイス。足に食らいつくな。いくら美人さんだからって足に食らいつくな。ちなみにあの黄色いやついるでしょ、煙吐く。こいつ頭をヘッドショットすれば煙吐かない。今この中に入ると私倒れちゃうんで、こっから援護します。後ろ後ろ後ろ。まずい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 。やばいやばいやばい。とんでもねえな、おい。急ごう急ごう急ごう。こわっ。ブリーフケースこの辺にあるはずですね。あー、弾切れそうだったんだよ。火炎瓶も補充してきます。いるなこれ。赤パンいたな。ブリーフケースゲットさあ持っていきましょう。この辺にアイテムないかだけちょっと確認させていただいて。なさそうですね。救急キット欲しいな。あ、来た。爆弾、これを使うことによって、開けれない場所を開けて、そこの中の特別なアイテムを手に入れるっていうことができるんですよね。よいしょ。よし。あのおっちゃんに、ブリーフケース届けようぜ。めちゃくちゃ 大切なブリーフケースなんだろうね。研究資料みたいなの入れてるんだろうね。No more lurker. 来たぜ、おっちゃんよ。そのドア開けてもらえないか。このブリーチングチャージ、あ、回復してくれてる。ありがとう。感謝。ボイチャで感謝って言いたい。来た。ここのヘリポートから脱出しないといけないんですけども、ここがね、やばいんですよ。うわ、来た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 。これぞまさに、ゾンビの波。ゾンビの土石流。うわはははは。燃やせ燃やせ。燃やし尽くせい。来るな来るな来るな。うわ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 。なんじゃこりゃ。楽しすぎるやろ。エルサレムがダイバーゲンセールだ。死んでない、死んでる死んでる。ちょっと待って待って待って。あ、ヘッドショットできましたね、今の。2体。これでね、煙出してないでしょ。こうすることによって助けに行きやすい。くー、マジちょっと、アサルトショットガン、アサルトショットガン。オッケー。もうアサルトショットガンをね、強引にやっていくよ。おっちゃん大丈夫か。待て待て、向こうでも向こうでもまずもうてんやわいや。おっちゃんおっちゃん、くそったれい。
おし通る。やめやめやめ、このおっちゃん守らないとね、ダメだから帰りにいただく。ゲームオーバーになるから即。重要人物なのね。おっちゃんもナタサバキめちゃめちゃかっこいいやないか。よし、入ろ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 。ブリーチングチャージ。あれこの辺ちょ頭、オッケーオッケーオッケー、助けてくれてるみたいだね。しっかり開けましょう。おお回復薬、これありがてえ。後で誰か回復させましょう。火炎瓶まで、もう一個投げるか。オッケー、この辺開け、あ開けましたか。ナイスナイス、あいいね、置いちゃおうこれで。誰が一番回復してないかといったら、あの文字が見えない人か。体力やばそうだけど、自分で持ってるから、もう一人、この人だ、この人、ほらこれでだいぶ回復したんじゃないか。 OK、 ほらほら、やばいなやばいな、上もやばいことなってる。やべえここ本当にもう地獄絵図だとはこのことよね。あれ先の方で死んでるやん。まずうわあっと危ねえ、 Thank you って自分でこれ今助けたんだけど、アサルトショットガンが当たりましたね。でここにつけておきましょうか。この辺にしとこう。からのこれも取って、でこれどこに設置しようか。あこれ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 、法定基準にしといてやる。ブリーチングチャージ使わなかったのか。 OK、 あとは大丈夫ね。よし、どこを守るか。うわもう来た、これこれこれ、来るな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 、楽しくなってまいりましたね。楽しくなってまいりましたよ。次は、次はどこ、どこに来てる、どこに来てる、ん裏、裏じゃないか、違うな、こっからも、あ、え、まだそっちか来てる。あ、まだ来てたんだね。私の信者たちが向かってるな。気が狂っちまった私の信者なのか。来るな、登ってくるな、登ってくるな。ほら、アサルトショットガンじゃい。うわ、こっち側からも。こっち側からも。めっちゃ来てるやん。ナイス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 。結構ここも来てたんだな。あ、こっち側に向かってるわ。裏側に。裏側にダイバーゲンセールが。その扉、すげえ、今、プライスレスだけど、プライスレスじゃダメだ。すげえ割引価格やけど、そんなに集まられてもね、その扉1名様のみなのよね。うわ、うーわ、うーわ。よし、ヘリ乗れる。これで、ここにいれば、あとは大丈夫。脱出しました。いやとんでもないね、やっぱとんでもない量来るね、ゾンビがね。エルサレムもこれも壊滅状態ですね、これは。そんなわけでですね、今回エルサレムチャプター1の方、やらせていただきました。また次回チャプター2、チャプター2めっちゃ難しいんでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よかったら評価の方していただけると嬉しいです。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録